さて今日はですね、旧東海道の藤川宿を目指して走ってみようかなと思います。ここは元宿でええのかな、読み方がさ、わからんだよね。ローソンがあってのローソンがあってのどこ入るだっけ、どっか東海道ピュッて入るだよね。こっちのローソンかな。わからんな。ローソンがありの、おいで。ほんでから左に入りの、あーこれかな、あったあった、これより西、藤川宿。ちょっと待って、旧東海道あるね。ちょっと待ってよ。すごいね、ちゃんと整備されてる。可燃って。これが東海道だよね。合ってるよな。うん。ああ、この建物がそういうこと？ここなんかあるで。関係ある？これ。神社。対馬神社。こういう建物もそういうこと？藤川宿駐車場ってあるやんか。これええな。これええやないか。午前9時から午後5時まで。毎週月曜日は駐車場閉鎖です。あっそう。お本陣跡、あ、ここに駐車場あるやんけ。なんだ、資料館、藤川宿資料館。ここにも駐車場があるだよね。資料館の横に駐車場がありましたと。すんごいじゃん。考察場。なんか東海道紫麦栽培地。あー
ーこっちが端っこか。ボーバナね、あんま学校の近くでカメラをさ構えるとなんか怒られそうな気してしゃあないけどな。置物じゃないよね、生きとるだよね、これ。